こんにちは、ケーキです。この動画ではオーバーフロー水槽自作のために水槽に穴を開ける方法を紹介します。今回穴を開ける水槽はアクアデザイン天野のキューブガーデン6045です。絶対に失敗は許されない戦いです。穴開けの前に水槽に欠陥がないか確認するため水漏れチェックをしておきましょう。水張り後1時間経っても水漏れしなかったので今回は問題なしです。ではいよいよ水槽に穴を開けましょう。穴の位置は既製品のオーバーフロー水槽を参考に端から 80mm、径は 60mm とします。排水パイプには VU40mm 管を使う予定です。詳細はブログで解説します。まずは水槽を裏返し穴の位置をマーキングします。マーキングした位置にドリルガイドを固定します。ガイドの位置を決めるときはダイヤモンドコアドリルを取り付けた電動ドリルを使って位置を合わせておきましょう。ダイヤモンドコアドリルでガラスに穴を開けるときは冷却水を使います。冷却水を使うことでガラスが熱を持って割れてしまうのを防げるそうです。冷却水の準備ができたら電動ドリルをガイドに固定していよいよ穴開け開始です。慎重にドリルを回し始めます。あとはもうひたすら。回します。回します。回します。うまく穴を開けるコツは大きく分けて2つ。じゃあ穴を水平に開けることです。穴が斜めになっているとガラスを貫通した時に火が欠けてしまいます。ガラスは透明なので時々穴を横から見て水平になっているか確認しながら作業を進めましょう。もう一つのコツは力をかけすぎないこと。力をかけすぎるとガラスが割れてしまうからです。結構力をかけているように見えるかもしれませんがこれはドリルが折れないように両手で押さえているだけで力はかけていません。裏側に水が滴り落ち始めました。穴が貫通したみたいですね。こんな感じで綺麗に穴を開けることができました。次回はこの穴の部分に細工をしていきます。ブログでは穴位置の決め方や道具の選び方、オーバーフロー水槽の仕組みをもう少し詳しく解説してます。そっちもよろしくお願いします。